こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはリプジーアンジェラ。綺麗なスタートを切りました。ビエンビエン前に行きそうです。アドラーブル、それに続いています。さらにはリプジーアンジェラ、6番ナショナルマジェスリー、その後ろ。この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。それでは先頭から、先手を取ったのはセイクリッドラック、その隣にナショナルマジェスリー、好位置をキープしています。アドラーブル、すぐ後ろにビエンビエン、その後ろからはエリザベスマーシャル、内からはサンタフェバラット、さらにはシャトーアラン、その隣にダイナマイトカップ、その横にチーフミストレス、すぐ後ろにイタリアンクレア、その隣にリバインウェル、その横にベルモントアラン、しんがりからメインキャメロン。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、13番リプジーアンジェラ、レースを引っ張ります。ナショナルマジェスリー、それに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。アドラーブル、早くも先頭。アドラーブル後続を引き離す。2番手はリプジーアンジェラ、ナショナルマジェスリー、3番手さあアドラーブル、このまま逃げ切れるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アドラーブル先頭、差はほとんどありません。2番手はビエンビエン、あと 200m、 先頭はビエンビエン。アドラーブル必死に追いすがります。ビエンビエン先頭、2番手はアドラーブル、ビエンビエン今ゴールイン。段違いの強さです。ビエンビエン1着、2着はセイクリッドラップ、勝ったのはビエンビエン、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はミスター東人、ミスター東人先頭、リードを広げにかかります。2番手は名将ホムラ、懸命に追いすがります。残り 200m、 ミスター東人先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手は北芝スペイン、ミスター東人独走、ミスター東人ぶっちぎりです。ミスター東人1着、2着は微妙です。これが世界の実力だ。ミスター東人